にちは、サブちゃんです。1ヶ月半ぶりぐらいのサブちゃんなんですけど、なんで今日久しぶりにサブちゃん撮ってるかというと、月見発売日、待ってたすぎる。月見シリーズ各地出てますけど、ハンバーガーはどこも美味しいんだけど、マックの月見パイがマックパイ史上一番好きなパイで、それを待ってたっていう感じです。うっす。はい、月見パイ。今お昼休み、キャリーで頑固着してマック買ってきたんで、まったり食べて午後の仕事を頑張るぞ会ですね。一人で開催してます。バーガーはチーズ月見です。サイドはナゲットと、これ月見で出てる柚子胡椒ソースってやつです。柚子胡椒マヨか。で、飲み物もシェイクにできて、で、月見マックシェイク、これはマスカットだっけな、のシェイクです。お、紙ストローじゃない、シェイクは紙じゃないんかな、ちょっと方式が分かんないですけど。え、かわいい、柄がかわいいですね。ではいただきます。熱っ。まったり雑談しながら飲みたい、食べたいと思います。まずシェイクから飲むわ。すごい、ここら辺でもうマスカットの香りが、うん、美味しい。月見シェイクってマスカットっていうのに未だに紐づかないんだけど、美味しいわ。あ、ぶどうだから、そういうこと。はい、これはデザートね。はい、大量ナプキン。私はね、マックのバイトを高校時代ずっとやってたんで、わかります、このバッて取ってガッて入れる大量のナプキン、ありがたい。では、チーズチキンみからいただきます。あー、疲れた。おお、はいはいはい、毎年秋の顔ですね。はい、こんな感じです。美味しそう、いただきます。あ、一応さ、こういうのを飲んどこうと思って、年々ね、代謝が落ちて落ちて止まらないので、なんか一緒に飲むと血糖値上がりづらいよとか、糖を防ぐよみたいなね、気休めなやつだとは思うんですけど、飲んどこう。あとこれね、これ三条、改めていただきます。うまっ。うん、美味しい。オーロラソースがめちゃくちゃうまい。ちょっと汗が止まらないんですけど、ナゲットの柚子胡椒マヨソース、おお、ピスタチオカラーだわ。はい、じゃあディープディープディープいきます。うん、あ、これうまい。結構濃いな。ナゲットはもうマスタード一択派なんだけど、これ結構好きかも。おいしい。さっぱり。濃いけどさっぱり。うん、おいしい。贅沢や。特に話すことはね、決めてないんですけど、もう9月じゃないですか。今年のもう半分半以上。去ってる、半分半、あっという間に1年経つなみたいな話ですね。2023ってそんな早い？夏がさ、暑すぎてまったり過ごしてたけど、体感的になんかすぐ過ぎたっていうか、とにかく暑すぎてあんまり記憶がないですね。うん、うまっ。あっつ、みんなどうですか、最近は。
なんか昔っていうかそのサブちゃんを更新し結構してた時はひたすらどうでもいい話をしてたんだけど、何を喋ってたんだろうっていう不思議。結構どうでもいいこと喋ってたよね。年々雑談が苦手になってる。まあ、思ってることはいっぱいあるけど、言語化するのがちょっとね、苦手になりつつありますね。やばいかも。営業なのに。シェイクうまっ。なんだろうな。あ、そうそう。さら来月がね、誕生日で、10月19日のラサール・イシリソンと一緒の誕生日なんですけど、31、31。人生100年時代でね、まだ31って人生軸で見たらまだ首がやっと座ったぐらいだと思うんだけど、まあ、言うて31なんで、さっきも言ったけど代謝が落ちたりなんかすぐ寝れなかったり結構深刻。でもそんぐらいかな。相変わらず季節の変わり目は腰が痛いですけど。あ、そうで、誕生日で、なんかよく誕生日プレゼント、旦那さんから何もらいましたかとか聞いていただくんですけど、もうね、十何年一緒にいるとね、誕生日にサプライズとか、ダイヤの指輪とか、ないですね。もともとないけど、そのタイプ、そういうタイプっていうのもあるけど、欲しいものは自分で買うし、かといって相手が、選んだ渾身の一点とかってセンス違ったら最悪だし、まあ、もらったら嬉しいだろうけど、でもそれって同じ家系だよねみたいな。だから結局一緒に美味しいご飯食べたりどっか行ったり映画見たり、なんかその時間をちょっと特別に過ごす方がいいかもしれない、個人的に。だからその考えでもうこの数年はいるので、世間がこうインスタにアップするような花束とか、なんかサプライズレターとかそういうのではない。うまい。これマジで美味しいの。みんなはどんなサプライズ、じゃあどんな誕生日が嬉しいですか？パートナーにしてもらうなら、家族でもいいけど。でもケーキは好きだから、ケーキは食べたい。どんな名目であれ。なんか私食べるのすっごい遅いんだけど、昔から長女っていうのもあるかもだけど、めっちゃもう人より噛むんですよね。ちゃんと変に A 型だから、米粒とか全部噛みたいし、これなんか 3,4 回噛んで飲む人とか考えられないみたいな。しっかり噛んで堪能してから飲み込みたい派なんだけど、スイーツはそんな噛まないじゃん。だからそういう噛まない大好きなものは爆速で食べちゃうから、ケーキとかももう5秒で飲んじゃうみたいな。何の話だっけ。このシェイクめっちゃうまい。ベーコン全部食べちゃって、卵も落ちて食べたので、パンと2センチの肉しかないんですけど、最後いただきます。美味しかった月見。さあ、ここで月見パイを食べたいと思います。大好き。本当ありがとうって感じ。これが数百円で食べれる世界は素晴らしい。いただきます。もう何も言わない。電池ないんでカメラ変えます。はい、 iPhone になりました。 あんこバカ熱いんですけど、いやマジで美味しい。このさ、小豆が好きなのと餅が好きなのと揚げ物パイが好きなので、もうめちゃくちゃ幸せだわ。
これね、去年とか一昨年とか多分買いだめ1回で何個買ってたんだけど、やっぱ出来たてが一番美味しいから、食べたかったらそのちょっと買いに行こうかなと思います。うん。合わねえ。あんことマスカット合わねえ。最近はそうだな、その他トピック、仕事は忙しい日もあればそうじゃない日もあって、前よりはだいぶ落ち着いてる感じですね。めんどくさい案件とか大変な案件もあるけど、そう、なんか久しぶりにハマったじゃないけど、推しでもないけどちょっと好きぐらいのレベルで、あの VTuber のポンポコチャンネルっていうチャンネルがあって、それにハマってます。この1ヶ月ぐらい、1、2ヶ月ぐらいかな。なんか弟が教えてくれたんだけど、なんかね、 VTuber なんだけど外撮影とかも多くて、企画がめちゃくちゃ緩くて好きなんですよね。何も考えないで見れるみたいな。しかも兄弟でやってて仲いいし、ピーナッツくんっていうねお兄ちゃんがいるんだけど、ピーナッツくんの歌もすごい好きで、なんかグミ超うめえ、グミグミマジ超うめえって歌とか、あとトーピークリスマスのねテーマソングとかが好きで、結構歌もずっと聴いてるんですけど、それが最近そういえば上かも、その関心トピックでは。でグッズもちょっと買っちゃったし、今度ポコピー店っていう、そのいろいろグッズとか展示品がある、展示会があるんですけど、それも弟と行くんですよ。楽しみ。だからちょっと新しい動画出たら、そこだけ、そのチャンネルだけ通知オンにしてて、あ、新しい動画来たみたいな、そこを見たりとか、夜の楽しみにしたりとかしてるので、それは結構何、ナイストピックっていうかハッピートピックスですね、最近の。うん。逆にこのサブちゃん見てる人から、サブちゃんのなんかこの話してほしいとか、こういうの話したいとか、なんかありますか、リクエスト。なんかリクエストあったらコメントで教えてほしいです。美味しかった。結構マスタードソースと並ぶぐらい好きかも、このソース。良い秋でございました。はい、ということで久しぶりのサブちゃん、復帰会じゃないけど久しぶりのサブちゃんでした。じゃあ午後も頑張ります。では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 、お気持ち、ではでは。